つぼの光線は、富山県魚津市、つぼの、富山県道67号うなずき大沢の線付近に、ある光線。つぼの温泉、つぼの光線とも呼ばれる。陽気菩薩作の薬師如来のお告げによって、発見されたと伝えられていた光線であった。平家湯は、明治初年である。泉質は、弱食塩泉。源泉温度は、摂氏十八度。婦人病、皮膚病、神経痛。 胃腸病に効能があるとされる。高船に付随して建てられた宿泊施設はすでに廃業し廃墟となっているが、高船そのものは枯れておらず、廃墟の下に水が湧き出しており、北山薬師堂の上流部にあたることから薬師の水と呼ばれている。水汲み場があり、胃腸病に効く名水と言われ、近隣住民などに利用されている。ホテル、つぼのの建物は8階建てで、 広さは3300平方メートル。魚津市の史跡である坪の城跡の裏にある。廃業前は日本観光旅館、国際観光旅館に指定されており、和風レストランシアター、ジュラク楽園やサパ、クラブ、ダンス天国、そばどころ、山里、喫茶店、ことぶき楽といった飲食店やワイキキプールも設置されていた。ホテルは1982年に廃業したが、 建物はそのまま放置され、廃墟となっている。現在ではこの建物そのものを指して、壺の光線と呼ぶことも多い。2007年に出版された、日本の廃墟では、北陸随一の肝試しスポットに挙げられている。また、同所の廃墟格付けランキングベスト100によると、西日本で第75位である。また、同廃墟は暴走族や飛行少年のたまり場にも、なっており、 内部には侵入者によって破壊されたり落書きされた箇所が至るところに見られる。銀行などの低等化となっていた1985年9月15日には、旧館にて火災が発生し、1990年3月3日には、敷地内の薬師堂が全焼する火災が発生している。そのため、現在は立ち入り禁止の金属製の塀が建てられている。1996年5月5日、 富山県氷見市在住の女性2名が家族に肝試しに行くと告げて外出し友人のポケットベルに今、魚津市にいるとメッセージを送ったのを最後に消息を立つという事件が発生した富山県警は肝試し、魚津市にいるというキーワードから二人は魚津市にある廃墟となった壺の高専旅館跡に出向きその後失踪したという結論に至り事件 事故の両面から捜査を行った。しかし事件から1年後である1997年5月4日時点で手がかりが何もないことが読売新聞地方版富山読売にて少女不明から1年と題して2日間にわたって地域ニュースの特集記事として報じられた。紙面ではさらに女性の片方が所有し失踪当時運転していた乗用車も 発見されていないことから、県警ヘリーと山岳捜索隊を組織し、外貨など車が転落しそうな地点を捜索したが、発見に至らず、当時の坪の光線が暴走族の溜まり場であったことから事件に巻き込まれた可能性もあるとした。また、記事中では、などが紹介された。2000年には、新潟少女監禁事件の発生を受け、富山県警が、この失踪事件の捜査について、 再確認を行ったことが北日本新聞で報じられた。その後、2014年末に複数の目撃者がいるとの情報を富山県警が入手し、目撃者3人を特定して2020年1月に聞き取りした結果、96年の大型連休の深夜に海王丸パーク付近で、 駐車中の女性に声をかけようと近寄ったら、女性二人が乗った車が後ろ向きに急発進して、海に転落した、怖くなってその場を立ち去り、通報はしなかったとの証言が得られ、同年3月4日、同県伊水市岩田町にある伏木と山港の岸壁付近の海底に、戦術の女性二人が乗っていたものと見られる軽乗用車があるのが見つかり、車内から複数の人骨が発見された。 同月11日には引き揚げられた軽乗用車が一方の女性が使っていた車と特定したと富山県警が発表した。同年4月18日、富山県警は発見された人骨について損傷が激しく頭蓋骨や骨盤は残っていなかったが、大腿骨の一部から検出された DNA の鑑定結果や残された遺留品から失踪した二人のものと特定された旨を 発表した。ありがとうございます。